ならモノクマに直接聞いてみるがいい。と言い終わるやいないや、トガミくんはパンパンと手を鳴らし、お呼びですか？何なの？お手伝いさんか何かなの？なんだかよくわからないけど、なぜかトガミくんと一緒に操作することになったみたいだ。ここはでもなんか進んで操作しようとしてる時は犯人ではないのかな。あいつは自分の弱さにでっけえコンプレックスがあるみたいだった。おめえも聞いただろ、あいつがもっと強くならなきゃって言ってんの。確かにそう言ってたね。あいつ体を鍛えて強くなろうとしてたんだ。それでここに。え、じゃあ、いや、ここで殺されたってこと？ここで筋トレしよるところを殺されたってこと？夜時間、なんかルールがいまいち把握できてないかもしれんけど、夜時間になっても外に出ていいんやっけ？サウナの時出とったんやもんね。でもさ、そもそも強くなる必要なんてあったのかな？大和田くんも言ってたけど、女の子なんだから弱くて当たり前なんだし。さあな。そこまではわかんねえよ。もしかしてもう男の子ってこと知っとる？ってことか？それでなんかより一層男の友情みたいな感じになっとんやないん？今の反応的に。ねえ、藤崎さんのコンプレックスの原因か。なんかちょっと気になるな。大和田の証言を手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。多分夜中に筋トレとかしよるところに遭遇して男ってことをちゃんと分かったんやない？もしかしたらあの夜サウナに入っとることを知らずに藤崎さんここに来たんやない？でもここ女子更衣室やしな。その時は男子更衣室やったってことかな。まさか我も利用するこの女子更衣室で藤崎は殺されたとはな。でも藤崎さんはどうして更衣室なんかで殺されたのかな。いや、殺された後に運ばれてきたって可能性もあるかもしれないけど、確かにあいつの体重は軽い。殺された後に運ばれたとしても不思議ではないが、我はあいつは自らの足でこの場所に来たのだと思う。どうしてそう思うの？あいつはここ最近体を鍛えたいとよく口にしていた。じゃあ藤崎さんはトレーニングするために女子更衣室を訪れたの？でもさ、このモノクマファイルによると藤崎さんは午前2時頃に殺されたみたいだよ。そんな時間にトレーニング？もしや。昼間は我や朝日奈がここにいることが多い。それを避けたのだろう。避けた？ああ。あいつは我や朝日奈が何度誘っても一緒にトレーニングをしようとはしなかった。我らと一緒になるのを避けていたとしか思えん。それで深夜に一人でこっそりトレーニングしようと。されど。一人でというのも考えにくいのだ。藤崎はトレーニングを始めたがっていたが、自分一人ではできないと口にしていた。誰かに手伝ってもらいたいと。じゃあやっぱり大和田。でも犯人ではないよね。先に帰るなって帰った後で誰かが殺しに来たとかそういう感じかな。つまり藤崎さんは深夜にこっそりトレーニングするために更衣室を訪れた。しかも一人じゃなく誰かと。その可能性もあるのかもしれん。いやとしたらやっぱりおったのは男子更衣室なんやと思うよね。でもそこでね、その殺人犯に見つかったとしたら、なんで男子更衣室ってなるやろうし、わざわざこっちに動かさずに性別を疑う方に行くと思うよね。大神の証言を手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。なんか今回謎が多いな。無駄話をしてやる暇があるならさっさと操作をしろ。なんだって藤崎さんの死体をじっくりと調べ回っている。しかも死体をベタベタと触って妙な女だな。平気な顔をして死体に触れるとは。かなり集中してるみたいだ。僕らの会話も身に入ってないみたいだし。あそこも超高校級の、あそこもっていうかここがか、超高校級の何かは知らされてなかった。ここにチートンロムよね。なんかポスターに血痕が付着している。殺人が起きた際に血が飛んで付着したんだろうな。ってことはやっぱ女子校いつか。
じゃないとね、どんだけ振り回しながら運んできたって話になるし。じゃあ一緒にトレーニングしよったのは女ってことか。じゃあやっぱり女の子やね。でも女の子と一緒にトレーニングしそうにないんやけどな。全身から精気が抜け落ちている。これが死体。藤崎さんの死体。妙だな。それにしても見れば見るほど奇妙な死体だ。これがジェノサイダーショーのやり方か。でもまだ。なんだ。まだジェノサイダーショーの犯行と決まったわけじゃない。そう言いたいのか。そいつはどうだろうな。何の笑いだ。なんか血がこっち側にあるよね。カーペットには生々しい血痕がある。きっと殺人が起きた時に飛んだんだ。あ、これか？凶器。床にダンベルが転がっている。しかも、これって血痕だ。血痕が付着しているぞ。モノクマファイルによれば、致命傷は鈍器による頭部への殴打だったな。ってことはやっぱり、このダンベルが凶器なのかな。そうだ。それ以外には考えられんだろう。ダンベルを手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。さてと、そろそろ移動だ。え、もう？なんだ。ここにいるだけでは手がかりは増えん。様々な角度から事件を調べる必要がある。それはそうだけど。行くぞ。納得したならさっさと移動だ。随分強引だな。偉い奴に捕まったのかも。男子更衣室も気になるんやけどな。なんもないんかな。よし、次はここだ。え、このホールも事件に関係してるの？自分で考えろ。それでなければ面白くないだろう。まあ、入る前の段階ね。別に何かが変わってそうな感じはせんねんけどな。この棚には、水泳のいろいろな用具が並んでいる。藤崎さんの事件とは関係なさそうだ。ですよね。藤崎さんはこの銃で、んなわけないよな。これが凶器なら蜂の巣だ。監視カメラ。黒幕はこの監視カメラで見ていたはずだ。藤崎さんが殺されたところも。黒幕はそれを知った上で、僕らにこんなことをさせているのか。確かこのカードリーダーって電子設定帳に対応しているんだよね。なんだ。何か気になることでもあるのか？ならモノクマに直接聞いてみるがいい。と言い終わるやいやいや、戸上くんはパンパンと手を鳴らし。お呼びですか？何なの？お手伝いさんか何かなの？飼い鳴らされてる。そう。苗木からお前に質問があるらしいぞ。なんかよ。はい、何？ここのカードリーダーについて聞きたいんだ。うん。そのカードリーダーはお前らにお配りしている電子設定帳に対応しています。電子設定帳の性別に対応した更衣室にしか入れないから注意してね。やっぱこの辺がヒントになってくるってことは、ほら、やっぱり藤崎さんは男なんやっぱそこにたどり着くんやけど、じゃないとそこまで強調する必要もなくない？でもって犯人は女ってことやろ。ロック解除している隙に2人同時で入るのも不可能なんだったな。まったくもう。そんなエロティックテレリストがいたら、あれってことは、ええってことは藤崎さん女の子？2人一緒に入ることができん。死んだ後なら大丈夫ってことなのでは。ことはやっぱり殺して一人に生体反応がなければいけるんやない？荷物としてみなされるみたいな。天井のガトリングガンで蜂の巣地獄ですわ。地獄ですわ。地獄ですわ。の方かな。それと、電子設定帳を他人に貸すのも高速で禁止だったな。もちろん。Yes, that's right. だとすると、女子なら女子更衣室に、男子なら男子更衣室にしか入れないってことか。つまり藤崎さんの死体が女子更衣室で見つかったってことは。おい、苗木、透けて見えるぞ。透けて？お前はこう考えているんだろう。藤崎千尋の死体が女子更衣室で見つかった以上、犯人は女子更衣室に入ったはず。つまり。だから犯人は女子の誰かなんじゃないかと。え、違うの？愚民ね。全く甘いな。違うの？もう一度、よく校則を確認してみるんだな。追加されたルールにはこうあったはずだ。電子設定帳の他人への貸与禁止、とな。
うん、だからなんだ？禁止されているのは他人に貸す行為だけだ。借りることは禁止されていない。え？さすが戸上財閥の御曹司様、気づいちゃいましたね、この高速の抜け道に。お前のことだ、あえて抜き道を用意したんだろう、謎解きが少しでも面白くなるようにと。この程度は朝飯前のお通し扱い？さすがですね。さらに言えば死人に口なしとあるように、死人とは人でなく物なのですよ、もはや。そこよね。ってことはやっぱりよ、藤崎さんは男で、死んだ後で担いで入られて、え？でもさっきの借りることは禁止されてないってことは、え？犯人は男？ってことか。え、大和田くんじゃないよね。いや、あそこは違うよね。石丸くん？うん。アンダスタン？ちょっと待ってよ、抜け道って言うけどさ、他人から借りるってことは、つまり誰かが貸すってことで、そうなると、協力者もおるってことよね。だってじゃないと男がさ、女子更衣室に入りたい、誰かが落とした？眠い。眠たいやつだよ、君は。戸上くんを見習って、もっとシャキッとしなさい。そんなお前を放置プレイの刑に貸し押す。もう質問は受け付けないよ。自分で考えなさい。まあいいだろう。仕方がない。出来の悪い相棒のために、モノクマに代わって俺が教えてやろう。行くぞ、玄関ホールだ。玄関ホール？そこに行けばわかる。カードリーダーを手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。え？貸すことは禁止、借りることは禁止されてない。もしかしてあれ？死んだ人の生徒手帳使いよる？玄関ホールに来たけど、戸上くん、ここに何があるの？自分で考えろってことか。あれやないん。これ。レターケースが置いてある。もしかしてこの中に何か。ほら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 。これって電子生徒手帳？死んだ人のやつやろ？しかも3つもある。でもどうしてこんなところに。見つけたようだな。え、戸上くんは知ってるの？この電子生徒手帳がなんだか。俺もこの間たまたま見つけたんだが、どうやら死んだ人間の電子生徒手帳は、そこのレターケースに変換される仕組みらしい。じゃあこの3つの電子生徒手帳って、江ノ島さんと桑田くんと前園さんのもの？自分の目で確かめてみろ。僕はすぐに電子生徒手帳の一つを起動させてみた。すると、お、前園さん。ほんとだ、前園さんの電子生徒手帳だ。これでわかっただろう、さっき言っていた抜け道の意味が。うん、わかった気がするよ。これを借りていって使うことは何も問題がないってことや。それに気づくかどうか。もう一度よく高速を確認してみるんだな。追加されたルールにはこうあったはずだ。電子生徒手帳の他人への貸与禁止とな。禁止されているのは他人に貸す行為だけだ。借りることは禁止されていない。大和田くんは多分そんなことには気づかんと思うよね。うん。単純バカそうな感じやけん。そうか、そういうことだったんだな。玄関ホールの電子生徒手帳を手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。じゃあこれからめちゃくちゃさ、これ知ったら使い放題やん、みんな。ねえ。なんだ？ん？これはなんだ？どうかしたの？妙だな。ここにある電子生徒手帳の一つだけが、起動しなくなっている。壊れてるってこと？それって誰の？もう一つの電子生徒手帳の起動画面には、江ノ島純子と出る。じゃあ起動しないのって、桑田くんの？なるほどな。だとしたら無理ないのかもな。高級で、あれだけめった打ちにされてはな。高級でめった打ち。つい思い出してしまった。桑田くんを死にいたらしめた、あの残酷な処刑。黒幕の奴が仕組んだ、むごたらしくて悪趣味な処刑を。確かに、あれだけやられたら壊れてもおかしくないよ。こらこら。こら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 。こら。なんだよ。その電子生徒手帳はな、この学園生活において必
要不可欠のアイテムなんだ。だからそんなに簡単に壊れたりしないの。え、でも実際に。そんなわけないじゃない。壊れないったら壊れないの。だって10トンの衝撃にも耐えられるし、水深100メートルでもへっちゃらなんだよ。どんな電子生徒手帳、すごいな、強。高級なんていくらぶつけたところで壊れたりするわけないじゃん。ひょぼー。あ、でもそんな電子生徒手帳にも唯一の弱点があるんですけどね。弱点。見えない、聞こえない。内緒だよ。それを教えちゃって壊されたら困るし。なんだ。電子生徒手帳壊れて困ることって何、モノクマが。高速確認できんこっちの方が困らん。え、電子生徒手帳なかったら殺されるわけじゃないよね、別に。では、ふわとは知らず知らずのうちにその弱点について壊してしまったのか。さあ、どうでしょう。僕はこう思うけどね。彼の電子生徒手帳は壊れてないって。あれあれ？さあ、どうなんでしょう。え、どういうこと？でも使んねよね。意味深な言葉だけ残してモノクマはまた消えた。何だったのだろうね、今の。モノクマは壊れてないって言ってたけど、でも桑田くんの手帳が起動しないのも事実だし。まあいいだろう。何か細工がされとる。でも女子更衣室に入るのに桑田くんの電子生徒手帳って何も関係ないよね。何かいじる必要あった？大した問題ではない。少なくとも今回の事件とは無関係のはずだ。無関係じゃないやろ、きっと。それでいいのかな。何か引っかかるんだけど。壊れた電子生徒手帳を手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。だから壊れてないって言ってたじゃないか。さてと、前置きはこれくらいで十分だろう。そろそろ本格的に捜査を進めて、奴の正体を突き止めるとするか。藤崎さんを殺した犯人だね。正確には違うな。え、正確には違う。何、気になるな。何を探すの。戸上くん、正確には違うってどういう意味？確かに俺が突き止めたいのは犯人だが、より正確に言うならば、ジェノサイダー翔の正体だ。じゃあ戸上くんは本当に藤崎さんを殺したのはジェノサイダー翔だと思ってるの？何度も言わせるな。当然だ。今回の事件の犯人はジェノサイダー翔で間違いない。なんだなんだ。ジェノサイダー翔ってあの殺人鬼のことだよね。なんだ。他にいないだろう。猟奇的かつ残忍な手口で殺人を繰り返す凶悪犯。通り魔的、無差別的、突発的な犯行ばかりゆえ、警察もその足取りをつかめていない状態。そんな連続殺人事件の容疑者にネット上で与えられたあだ名がジェノサイダー翔。犠牲者は数千人にも及ぶっていうのはさすがに都市伝説だろうけど、怖っ。とにかく僕たちの中にそんな常軌を逸した殺人鬼がいるってこと？怖っていうか、そんなに放置されるって警察無能すぎるやろ。ああ、その通りだ。でもいくらなんでもそう確信できる根拠もあるぞ。お前にそれを見せてやろう。何？続けろよ。え、何？何度も言わせるな。え、私なんか見落とした。なんだ。根拠は。だからその根拠は何よ。え、その根拠って何っすか。この後リアクション戦勝ったらいいんかな。何度。俺は確信を持っている。ジェノサイダー翔は俺たちの中にいるんだ。なんだ確信。確信があるって本当なの。これからお前をある場所に連れていく。そこで根拠を見せてやろう。決まりだ。藤崎千尋を殺したのがジェノサイダー翔だという根拠をな。根拠ってそんなものが本当に。あ、そこの二人、大変なの、助けて。お前の相手をしている暇はない。何、新しい殺人が起きたとか。緊急事態なんだよ、緊急事態だから助けてお願い。何、怖いんですけど。緊急事態。いや、まあとりあえず今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかあれやね、今回というか、この事件、めちゃくちゃ考えることが多いんだが、そして見当がつかない。そして何が起こったのか、でもなんか今回二人死にそうな感じするよね。同じ殺人犯で。怖い。